衣装を選ぶ時のポイント、こだわりを教えてください。おなるほど、これね、よくね、来るね、いっぱい来たんですよ。たくさん来て、来ます。さあ、じゃあどこで買っているか。基本的には、はい、H&M さん、Forever さん、と、あとは、裏原とかがね、なんか韓国の、服とかをたくさん売ってる場所がね、あるので、そこでよく買ってます。基本原宿ね。はい。そうです。基本原宿に。もし見かけたら声かけてね。でも私服の時もあります。なんか、私の服を誰かに貸したりとか、誰か、はるかの服を私が着たりとか、みほの服を貸したり着たりみたいな。もうそんなばっかの時もあるよね。最近はね、もうほぼ全部私物です、うん、みんなの服は自分のもの、自分の服はみんなのものみたいになってるから自分ねみたいなそんな感じです。ポイントとかは本人さんたちとかを見て基本的にあ、こういう感じだからこういう感じしようかみたいな。例えばピンクのヒラヒラ着てたらあ、なんかこういうヒラヒラ系でとかかっこいい系で行ったらかっこいい系でみたいな。で、赤とか黒とかの方がみんな合わせやすいんじゃないみたいな、うん、みんな持ってるもの多いよねっていう感じだったら赤とか黒とかでかっこいい系にしよっかみたいな感じで、そんな感じで基本的に選んでますね、はい、で、同じ人からダンス初心者がダンスを覚えるにはどうしたらいいですか、うん、うち、振り覚え本当に悪くて待って、マホだったマホが一番遅い振り覚えイエーイ早い。フリースタイル系の人たちってさ、すごい早いよね。でも教えるの早いの。ほぼほぼさ、振りをやる。細かい振りを覚えられません。だからそれの影響が早いのかもね。でもさ、とにかく週しかないよね。練習&集中だと思う。ああ、そうだね。一回集中してればね。あと覚えたいっていう気持ちがあれば、いけると思うな。絶対大丈夫。あなたなら大丈夫。Yes。要は気持ちですね、気持ち、うん、気持ちで負けたら、そこで負けやなんかね、なんかね、初心者だから覚えられないとかっていうよりかは気持ちだと思いますよね、うん、そうです、だから初心者だろうが、プロだろうが関係ない関係ないないない、はい、次に、セオナジオンさん何者ですか、ほら謎すぎる。クセモノです。次に日誌高谷さん、オフィシャルの人めっちゃ可愛い。職業は何してる方々なんですか。ああ、ありがとうございます。めっちゃ嬉しいです。職業はみんな全員普段はダンスとかアルバイト。アルバイトですね。ダンサーとアルバイトします。次にミリナさん。おめでとうございます。ありがとうございます。質問です。ダンスを覚えるの早いですが、どんな風に練習してるんですか？実際本当にあれですね。なんか本人たちのそのダンスプラクティス動画とか言って、全部弾きの本人たちが踊ってるやつとかたまに出たりするので、それを見て。やってますで、シーアレに私たちはシーアレに一気に詰め込みます。はい、はい、だから実質練習1日しかしてなくて本当だよねマジギリギリ。そんな何週間もやったやつを撮影でやるっていうわけではないので、振りとかもねちょっと違うっていうところがあるかもしれないんですけど、ごめんなさい。実際撮影するときもその NG 集とかたくさんある、あったり本当はねしちゃいます、しちゃいます。はい、次に、え、塩レモンさん TikTok 見てきたぞ。ありがとうございます。嬉しいです。そうなんですよ、私たち TikTok つい最近始めまして、はい、でもなんかみんなみたいにこうペンツとかツタイプとか、アップでまだ上げてるやつはなくて YouTube に上げてるやつをただ動画投稿してるだけなんですけど、
ガットセブン踊ってほしいな。踊ったことないね。踊ったことないね。そう考えたら踊ったことないね。踊ったことない。なんこれしか。あ、その曲めっちゃ好きだった。でもちょっと今後もしね新曲出たら、ね、考えていきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。次にコンビニ本家。次。
BTS のジミンが好きです。高校生の時からすごい好きになって今も尊敬しています。ダンスがすごい魅力的で本当にとにかく可愛いです。以上です。はい、私たちもそんな存在になりたいですね。はいです、なりたいです。次にナイさん、はい、1万人おめでとうございます。ありがとうございます。今まで踊った中で一番難しかった振り付けと何か思い出がある動画を教えてください。セブンティーンのパフォーマンスチームのリリリです。これはもう4人構成なんですよ。でそこはすごいやりやすかったんですけど、振りが細かいのとあとなんか絡みが多い、最初寝転んでるところからやるんですよ。でそれでサビの振りも細かくてでもすごいキレがあってかっこよくて、そこに私がそれを見た時にかっこいいなと思って、でちょうど4人だったからね、それをやりたいなと思ったんですよ。ですごい振り難しかったんですけど、私はこういうキレキレな振りが大好きなので踊ってる時はめっちゃ楽しかったです。何か思い出がある動画はポカリ。見ないで。見ないで。これは本当に動画では伝わらないことがね、たくさんありました。鬼勝ちタイトルの通り鬼勝ちでした。本当に私たちもいろいろと鬼勝ちで、いろいろと鬼勝ちだった。そう、鬼勝ちで頑張ってそれが結構思い出でした。私が難しかった動画は That's the day です。あ、そうなの、何ですか。この二人の動画なんですけど、なんか昔はなんかはるかがすごい早いんですよ。なんかトン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 トで振りもすごい覚えるのが早くて、でだからそのはるかのペースにもう一生懸命合わせた。間違えたみたいな感じで、だって1日に動画もう3本は普通に撮ってたんですよ。でもきつくてね、しかも覚えるのもなんかそれぞれの家で携帯で覚えてくるみたいな、一番きつい感じの覚え方で、もうそれで1日で練習もしないでもうぶっつけ本番のことをしてたんですけど、はるかは全然それ平気っぽくて、そう、それでそういう時代のナットゥーでだったんで、あれもすごい振り付け難しいのにそういう覚え方をしてたから、もう本当もう精神的にきつくて。一つ言い訳していいですか。一つ言い訳していいですか。ちょうど1年前ぐらいなんですよ、ナットゥーで撮ったの。でその時になんか私がたくさん撮りたかったのはなんか普通にいろいろな曲をやりたかったっていうのもあるんですけど、私だけニューヨークに留学に、ダンス留学で1ヶ月間ニューヨークに行くことになったんですよ。だからなんかその動画のストックを作りたくて、私はみんなを喜んでしまいました。そうで、思い出の動画はバナマンさんのビューティフルです。でこれなんで思い出かっていうとすごい面白くて、まさかマジで面白くて、なんかこういう振りだっけ、なんか右によいしょよいしょってやった後に左によいしょよいしょっていう振りがあって、もう私たちすごい真剣に踊ってたんですよ。で右によいしょよいしょやって左向いた瞬間におじさんが、さっきまでいなかったおじさんがいきなりしかもこういう振りだからもうマジで、はるかのことで笑ってるよ。
있던 시간들을 손끝 들어 그려 돌지 않는 시계처럼 제자리에서 울어 私が一番難しいなって思った動画なんですけど、振りかとかじゃなくてですね、ハルクがニューヨークに行ってしまったとさっき言ったじゃないですか。その時に私たち、まだマヤっていうメンバーがいたんですけど、その時に初めて、今まで私たちナットでとか見てもらったら分かるんですけど、フルで踊ったことがなかったんですよ。全部一番だけとかサビだけとかで、でハルクが行ってしまった、で私たちの大事な存在リーダーで、さっきも言った通り行動力があるのがハルカで、そんなハルカがいなく、なんかヘロヘロな私たちが日本に残り、どうしようって、これはフルやるしかないってなった時に、初めてそのマヤ、ミホ、マホ、コトネでフルを踊ったんですよ。それがブラックピンクさんのマジマチョロの最後のように最後のようっていう歌だったんですけど、まあそれがしかも真夏だったんですよ。もう初めての、初めてのその4分間ぐらいの曲をやるプラス真夏の炎天下の中、しかも振り覚えもさっきみたいにまだ初期の頃だったので、みんな少し外で覚えたり家で覚えたりで、もう本当にあれは一生忘れないです。で私が一番なんだっけ、思い出に残った動画は全部覚えて残ってるんですけど、マナモンさんのバーニーアップっていう歌があるんですけど、あれは年明け前最後の動画だったんですよ。2018年になる前最後の私たちの動画で、でバーニーアップ、韓国語の題名を訳すメラメラっていう意味なんですよ。で私たちも本当真っ赤な衣装でメラメラしながら挑んだんですよ。私たちこれからスターになってやるみたいな感じで、もうはいみたいな、イエローアロー、でその日にもまあいろいろあったんだよね。うちインフルだったしね。そう、そうなのにいっぱい、あでも私も体調悪くて、マホもその日ねインフルになりかけたの。熱出た。もうなのにみんなもう気合でもう。はるかはめちゃめちゃ元気だ。はるかね、すごい健康だよねはるか。毎週そうなんですよ。で絶対インフルになると思ったのが。そう、うちごめん、移しちゃったら本当にごめんね。でも多分マホは。全身の服借りてたの、真っ白いやつ。
で、それ全部ここに顔と手とここにジョーンっていて、でもなんか涙が止まらなくてめっちゃ泣きました。で、めっちゃ帰ろうとしててリーダーに止められてまあ、でも無事あの動画完成したのでいい思い出です。はい、本当に思い出深い。この思い出の動画はまあ、その曲が好きっていうのもあるんですけど、ベストオブミーがめっちゃ好きです。もう曲自体も好きなんですけど、なんか魔法的には初めてあそこで撮影したんですよ。あの背景、綺麗な背景で撮影して、すごい私はそれが一番好きです。 OK、 次ちょっとこれ名前がわからないんですけど、一番踊りやすいダンス曲は何ですか？ハッピー K-POP の中でいつも見てます。1万人おめでとうございます。ありがとうございます。もう4人でって考えた時に、やっぱりそのアーティスト自体が4人なブラックピンクさんとかは、もう誰が誰役これ役って決めちゃえば踊りやすい。すごい踊りやすい。いちいちね、構成とか考えなくていいので。次に、はい、タイラアイカさん、名前間違ってたらごめんなさい。質問です。チェガの皆さんは何歳からダンスを始めたんですか？幼稚園の年長。小2。年長。小1。多分でも間違ってるかもしれない。次に、はい、カービィさん、いつも仲のいいチェゴさんですが、喧嘩とかってありますか？またそんな時周りのメンバーはどうしていますか？チーム内で意見が割れた時どうしていいか分からなくて。でも基本的に真帆たちはもう隠さず全部素直に話すから、まあ喧嘩っていうか、そのたまに意見のぶつかり合いとかはあるけど、うん、なんか喧嘩っていう喧嘩はないよね。その意見のぶつかり合いがあった時に絶対解決するんですよ、うん、その場で解消するんで、なんかそんな1週間も2週間も喧嘩とか、うん、そういうのはその日に解決、うん、そうだね。これが仲のいい秘訣です。でもね、そんなにつかんないよね、みんな、うん、あ、でもこことここはよく使ってる。え、ここじゃない？前じゃない？それって前じゃないの？あ、ここか。最近はしっかりしてるからさ。そうだね。私なんか動画とかで、ね、どうすればいいのかみたいな感じの意見を、そうそうそう、ここでめっちゃ話し合って、いや、これ、いや、これ、いや、なんかライブ配信の仕方とか結構そういう感じで意見が悩みますよね。なんかうちがちょっと真面目すぎるんだよね。琴音は真面目。そう、うちめっちゃなんか真面目すぎて、はるかはでもなんかもうちょっとこうした方がいいよみたいな。なんかでもなんか失敗を恐れる系のタイプ。確かに。で、じゃあ間違いない。いい時もあれば悪い時もある。そうそうそう。それが裏目に出て、そうそう。変に真面目すぎちゃう部分、ちょっと破天荒。ちょっと破天荒な感じが。ちょっと破天荒タイプ、真面目タイプみたいな感じで、はるかは真面目だけどみたいな、なんかここで意見が対立することが多いですね。次に68スラッシュスラッシュさん、うん、聞きたいことはありすぎて出てこない。ありがとうございます、考えてくれて。好きな曲は何ですか？ NCTU さんのボスです。 A1A さんのショートヘアです。ワナワンさんのネバーとヨロジョです。BTS さんのベストオブミーです。次にユイカさん、最近登録しました。ダンスは見る専門で全く分からないのですけど、いつもどうやって振り付けを覚えてるんですか？はい、将来の夢は何ですか？よろしくお願いします。振り付けとかはさっき言った通りです。はい、夢、将来の夢はチェゴとしてメジャーデビューすることです。はい、はい、でもチェゴ決心して1年ぐらい、そうだね、約1年ぐらいはみんな一人一人他の夢を持ってたんですよ。1年はちょっと持ったかな、うん、1年は持った。8ヶ月ぐらい。そうだね、うん、8ヶ月ぐらい。そう、5人でいた時から一人一人夢があって、うん、その夢を持ちながらチェゴをやったんですけど、今はもうみんなで話し合った時にどうなりたいかっていうのを話し合った時に、アーティストでメジャーデビューしたいっていう夢ができてから、なんか一つになって、うん、そっからチェゴのその軌道とか、うん、その行動とか変わったよね。変わって、そう、
で韓国に行ったりとかもしたし、うん、まあ動画ではお伝えしてないんですけど、それ以外のことを本当にたくさんやってきました。これからもその夢に向かって、そのこの間何個か前か1個前か分からないんですけど、訪れさんに所属したということで、その事務所とともに、でも事務所に甘えず私たちの力で頑張っていきたいと思います。はい、はい、応援よろしくお願いします。お願いします。次にリブカメロンさん、キャメロンさん、 K-POP アイドルにはならないんですか？なっても全然おかしくないですし、むしろなってほしいです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。デビューするので待っててください。待っててください。よく韓国でデビューしないんですかって言われるんですけど、私たちもいっぱいその韓国とか行った時に考えたりして、でもやっぱり私たちは日本人なので、はい、日本でデビューしたいねっていう話し合いをした結果、そういう結果が出たので、日本で頑張りたいと思います。はい、応援お願いします。お願いします。次にひーちゃん、おひーちゃんさんからです。1万人おめでとう、ちごさん。ありがとう。質問します。はい、すごい量がありますが、はい、みんなのお誕生日はいつですか？1月15日5月13日5月25日2月21日はい、次、ひなのことどう思ってますか？大好き大好き大好き大キス。おみんな何歳ですか？19 20歳。みんな頑張ってください。応援してます。チェコにとってもチェコのダンスとても素敵です。ありがとう。
My name is Haruka. My name is Kotone. My name is Miho. My name is Maho. 20 years old. 次に TWD さん、私は韓国人です。私は市民の反応が面白いために K-POP in public かな、読み方わかんないんですけど、もし分かる方はコメントでお願いします。パブリックチャレンジを読みます。他の人たちもそう思いそうです。多くの市民がチェゴのダンスを見なければならないと思います。それでは登録者もたくさん増えそうです。チェゴは人が多い公共場所でダンスつもりがない、ダンスするつもりがないんですが、韓国に行った時に、本で見て、そのチャレンジをしているので、その韓国に行く時の動画が2本あるので、そちらを見ていただければいいです。で、今のところ日本でこれをやるっていうのはあんまり考えてなくて、その場所があんまりないので、本当はやりたいんですけど、どこでやったらいいのかよく分かんなくて、もし日本でやれる場所あったら教えてください、ね、はい、コメント欄でお願いします。また韓国行ったらね、また韓国ね、本で行って踊りたいなと思ってるので、また行きます。待っててね、待っててね。次次、ヤン・ジミン、アイドル・ミホ。おー、あ、いつもコメントありがとうございます。次に、Life is all for me さん、チュッカヘヨ、マホ、イエッ、美しいだって。ユンプジェこんばんはよ。キムジェジュン。ジェジュンさん。はい。1万人おめでとうございます。ありがとうございます。はるかファイティー。ねで厳選して答えさせていただきました。はい、でも皆さんの質問全部ちゃんと見ました。ありがとうございます。ありがとうございました。